森たけのハッピーフロナイト。せーの、8時だよ。はい、始まりました。森たけのハッピーフロナイトでございます。なんか8時だよーってのすっごい久しぶりな感じがするんだけど、私たちなんと2週もですね、2週間ぶりかな、ちょっとお休みをさせていただきまして、いや本当になんかスタジオもすごい新鮮な感じで、2週間しか経ってないんだけどね、なんか1ヶ月ぐらい休んでる感じだよね。そう、すごく久しぶりな感じ、だからこのインカムをつけるのも忘れちゃってね、なんかインカムつけた、あれインカムつけなきゃいけないんだみたいな感じ、今つけました。さあ、そしてですね、その、まあ、2週休んだということもありまして、うんうん、うっかりうかうかしてたら、うん、もう2月よ、明日なんと2月の3日、もう2月よ、今日2月の2日、あ、22じゃない、な、今日は22でしょ、うん、明日23、なんだろう、鬼は外よ、だからなんだろう、福は内の節分だっちゅう、顔違う、えほら、あ、やっぱりこっちが女の子かな、え、これ女の子だ、女の子男の子関係ないよね、関係ないよ、そりゃそうだよ、鬼に女の子っている、いないか、鬼に女の子は、いないよね、でもこれなんで顔が違うの、なんかやっぱり意味があるんだろうね、これね、たまたまじゃない、たまたまか、うん、お面がなくてこうなったんだと思う、お面がなくて、あんたも面白くないこと言うね、面白くない、面白くない、いやー、しかしいい声だね、二人ともね、いやねー、なんかさ、本当に世の中今流行ってるものにね、俺ね、流行乗っちゃったよ、この年になって流行乗っちゃったよ、私は流行ではないんだけど、おうおうおう、なんかいわゆる普通に普通の風、いや俺はね10日ぐらい前に流行にね乗り出しちゃってね、グイン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 流行乗っていっちゃったんだよ、いやそう、ほんとね、それでね、なんとね、久しぶりに39度3分まで熱が出ましたね、考えらんない、もうね39度超えるとね、うん、なんだろうな、朦朧としてるっていうかな、もうとにかく3日間39度超えだったのね、うわ、3日間39度超え出られない、恐ろしい、もうね、あの本当にね、うなってた、うわ、で本当に暑くなったり寒くなったり、暑くなったり寒くなったり、めんどくさいね、めんどくさい、で熱が下がったかなと思うと8度ぐらいになったかなと思うとまたガーッと上がっちゃうの、うわ、でもね、私はね、でも38度ぐらい、38度、あ、なるほど、うん、なるほど、あの喉も痛くないし、うんうんうん、なんだろう、体の節々も痛くないし、うんうんうん、なんだかわかんないけど、うん、なんか鼻が、顔の中心が熱くて、うん、顔の中心がなんかモカ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 してて、あのね、それがどうかわからないけど、うん、今ね、この間ちょっと話してたら、副鼻腔炎、うん、これがね、うん、世の中的にはすごい流行ってる、あ、だからね、副鼻腔炎かもしれないんだよね、うん、なんかで一応内科ではさ、うん、あのコロナもインフルも陰性だったんだけど、うん、おーおー、まあ、行って38度、うん、だけど一瞬ですぐその後は、まあ、私なんか勝手にロキソニン飲んじゃったのよ、うん、自分の判断で、うん、なんかいいや、なんかロキソニン飲んじゃった、でも熱下がったでしょ、あれ解熱効果があるから、うんうんうん、そしたら一気に5度8分になって、なんじゃそれ、なんなんこの幅って思ってびっくりしちゃって、うんうんうん、で、まあ風邪薬も飲み、うん、でなんかまあいいかと思ってあのロキソニンも飲み、うん、それなんかあのお薬範囲になったのかなんかわかんないけど、寝なきゃいけないのに、なんかもうテンション高くなって、ランランとしちゃって、で元気になって、どうしたらいいんだろうって思って、熱も下がったし、熱下がっちゃったし、さあじゃあ車乗って出かけるかみたいな、それがなかっただろうね、出てない、あなたのほうやりそうだからね、出てない、それであれって思って、でも寝なきゃと思って頑張って、でも朝方のね、うん、5時ぐらいまで寝られないのよ、あ、そう、だからもう起きてあの映画とかさ、あ、そうそうそう、見て、あの無理に寝ようとしない方がいい、そうだけど寒くなったらいけないから、うんうん、もちろんなんかめちゃめちゃあったかい格好して、うん、でも熱はもう5度8分しかないんだけど、うんうん、なんかよくわけわかんないけど、まあそんな感じで、でもさ、やっと寝たわけ、でもさ、うん、ノリ的にはさ、うん、珍しくほらあんまり風邪もひかないし、い、病気にならないじゃない、この番組が、うん、このだって鳥越アズーリ自体が開局した時から、まあ私番組3年前だよね、うんうん、そうね、番組させていただいてるんだけれども、初めてだから体調悪くなったで、その時に熱が8度まで出て、うん、とりあえずロキソニン飲んで下がったわけでしょ、そうそう、でも、うん、3日間おとなしく寝てたんでしょ、寝てたよ、ベッドの中にいたんですよ、うん、だって、違う、それで
でロキソニンが切れたら、うん、やっぱり熱は上がるわけよ。また上がってくるわけだ。別にさ、なるほど、なるほど。で、測ったら、ううね、あれやっぱ8度あるじゃんって思って、8ダメだと思って、うんうん、でもああいうさ、熱がある時ってさ、うん、もうさ、1時間おきぐらいで測らない。そう、俺1時間おきじゃない、俺15分おきで測ったから1日5、60回測ってるから。私もね、しょっちゅう本当に気になって気になって、どうかなって、しょっちゅう測るじゃない。そうそう。で、そんなことしてたら1回8度にはやっぱり戻ったんだけども、うん、またすぐ7度6分とか8分とか、うんうん、7度台がずっと続いて、うん、7度台がだから初日8度行ってすぐ下がり、うん、でまたなんかその薬が切れてまた8度に上がり、うん、でもなんかすぐ7度台になって、うん、その7度台があと、うんここの日とこの日とか2日、うん、まあ合計3日間むにゃむにゃ。あ、7度台8度台7度台になって、うんうん、あでもあれだね、声もさ今日聞いてみると、うん、だいぶ良くなったね。そうね、一時期ほら 4,5 日前まではほら完全に鼻声だったけど、まだ鼻声だけど完璧じゃないけど、だからね、あのちょっと知ってる子が、うん、それね、耳鼻科に行ってこい、うん、耳鼻科に行って副鼻腔炎になってるかもしれないから、うん、耳鼻科に行きなさいって言われてたんだけど、スケジュールが詰まってて、うん、なんか行けなかったのよ、うん、まだ行けてないんだけど、うん、でもなんか治ってきた感じ、副鼻腔炎、あのだいぶ良くなってる、ね、4、5日前よりは良くなってる。そうでしょう、うん、そうあのだから、うん、この感じで言ったら多分行かなくても大丈夫じゃない？ね、いいかなって、うん、まあ、多分行けってもなかなか行かないからね、あなたの方がね、うんうん、行く行くって言いながら絶対行かないからね、もうね、分かってるの性格、ね、よく分かってるからね、でよっぽど自分が我慢できなくなって、非常にしんどいな、熱が出ちゃったって言うとね、行くんだけどさ、まあ行っかと思ったら人の話を聞いてさ、うん、じゃあ、たけちゃん行くとか、うん、行くって言うけど絶対行かないからね。ちょっとぐらいなら、もうなんか気合で治るみたいな。そうだよな、根性あるからな。根性あるかどうかは分かんないけど、昔はさ、私たちの職業は、うん、昔は熱があろうと、うん、なんだろうと休むなんていうことはありえなかったんですよ。だって代役が効かないから、そう、点滴しながら、私なんか喉に注射しながら本番やってたから。本当そう。で今はね、やっぱりあのこのご時世、うん、いろんなウイルスだ菌だいろんなこともあることだし、うんうんうん、やはりそれによって皆さんに移しちゃう可能性もあるからね、ちょっとでもっていう時は思うということで、うん、2週間ね、そういうこと、もうね、だからね、再放送となったわけですね。そうなんですよ、まあ、だからね、2週間ってせ、なんか2週間空いちゃうと、うん、すごいなんか休んでるような気がして、そう、もうなんか1月ぶりぐらいの感じ、1月ぶりぐらいの感じがするじゃない、うん、する。だからね、やっぱりね、あ、2週間っていうのはなんか空いちゃったけども、やっぱり健康って大事だな。で特に、まあ、特にあの今のりちゃんが言うようにね、うん、俺たちってどんな状態でもやっぱり代役が効かないからやらなきゃいけないんだけども、うん、いかんせラジオやるってことも咳込んで喋れないから、そうよね、やりたくてもできないじゃない。で、ね、のりに言ったんだよね、もう見せちゃって、電話で喋ってても何喋ってるか分かんないぐらい咳してたんだね。で、まあ、たまたま治って外に出ていいですよって3、4日して打ち合わせがあって、ノリなんかと打ち合わせしてる時のたけしさん、ティッシュがこんな山のようにあって相当苦しかったでしょ。ぐじゅ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 って言われながら、こりゃもうダメだわ、またダメだわこりゃって思う。ねえ、それが4日ぐらい前だけど、だいぶまあでもよくなりましたけどね。そうね、ほんと、もう皆さんもどうぞお気をつけください。ね、まあ今ね、寒暖差がね、すごいからね。昨日だって、東京近郊は、あったかかったね、うん、昼間。15度ぐらいあったんじゃない？ 14、15度ぐらい。昼間はさ、なんかあったかいなと思ってたから、だから私もなんか腰丈ぐらいのダウン着てて、へれーとかしてたら、うんうん、もうだんだん寒くなってきて、夜になると夕方も上手に寒くなるね。もう上手なんじゃない？そう。いきなり寒くなるでしょ？それでみんな風邪ひいちゃうのよ。そうなのよ。だそこをね、気をつけないと、そこでみんなやられちゃうのよ。ね、だから、とにかくね、体力をつけて、美味しいものを食べて。これ食べていいの？美味しいもの。ん？お豆ちゃん。これ味ないよ。あ、これ味ないの。これ、あの、後でこう、庭、外、ふくわーってやりやすいだから。年の数食べなきゃいけないの。お腹空いてんの？お腹空いてない。さっきお菓子食べた。年の数だから、年の数食べなきゃいけない。70個食わなきゃいけないんだ。なんでよ、70個自分でしょ。まだ70になってないね。なってないけどね。まだ、シックスないんだけどね。私も60個まではいかない。60個まではまだいかないからね。59個。うん、そうだね。いやー、ね、まあでも周り、でも多いよね。なんか今、ほら、あの、僕たちのほら、今仕事仲間もインフルになってる子多いし、うん、多いね、あの、ソフィアのスタッフもそうだけど、ね、でもみんなさ、うん、若いから、うん、
インフルになったったってもう4、5日でペロッとなって。いやでも若いスタッフとか、まあソフィアの社長はさ、うん、インフルの A やった後に、あ違うわ、インフルの B やった後すぐ A になった。違う違う、あどっち A やって B になった。あ A やってから B になった。そうそうそう、だから1ヶ月か2ヶ月の間に2つかかっちゃったってことだね。でもね、この間行って医者楽しいって、楽しかないだろうけど、 A と B 両方みたいな。この間ね、医者の先生が言ってたけど、医者の先生、インフルとインフルの AB と両方かかって、うん、コロナになって3つかかった人いたって。初めて見たって。三つどもえ。僕、もう10年ぐらいあの内科医やってるけど初めて見たって。三つどもえ、三つどもえ、うわ辛いわ。これはねかわいそうというかね、竹さんさ、うん、お腹がさちっちゃくなったのよ。なな痩せたよね。あのね、咳するでしょ。それはよかった。拍手してくれてありがとう。どうだ、お腹がなくなったあのね、咳して、うん、もちろんあの食べ物はね食べるようにしてたんだけど、うんうん、もうほら健全な生活をしてたわけ、うん、お酒飲まないで、あお酒、ね、夕方5時ぐらいにご飯食べて、だからお腹がねやっぱりねなくなってきたっていうか、ね、咳すると体力使うでしょ、うん、全身、うん、すごいありがたかった、ね、それはねインフルに感謝ですね。まあこういう言い方しちゃあれなんだけど、ねね、言ってたもんね、なんかね俺のお腹見て、あ、まあ、のちょっと復活して、うん、すぐちょっと打ち合わせでね、はい、会った時大勢が、たけさんお腹がなくなったお腹がね、まあ、ちょっと怪我の巧妙と言いますか、ね、そうですね、いい言葉知ってますね。でもほらやっぱりさ、はい、あのなかなかダイエットって辛いかな、しんどい ね、 それのねインフルで9度以上なんていうのは本当に辛かったと思うけれども、今となってみたらちょっとお腹がねなくなったから、そうね、だから、まあまあ、かね、これをね逆に、まあ、維持したい、ね、維持したいなって、まあ、食べ物はねやっぱり普通に食べて、うんうん、やっぱり食べないと、ほら食べ物食べないで痩せてもほらリバウンドも必ずあるからね。まあ食べ物は普通に食べて、まあまあなるべく夜も食べないようにして ね、ちょっとそれは維持したいなと思って、ね、まあこれからほら忙しくなるから ね、 からね体力つけとかないでね、もうのりちゃんフル活動だから ね、 ね、新しいビジネスでね、もう頑張ってますね。やっぱりね生き生きしてるよ顔が、あのねあの忙しい時のね顔が生き生きしてる。本当に、うん、暇だったもんね。暇なんてもんじゃないじゃん。もう今までそうだ、ね、もうコロナ禍でさ、どんどん仕事がどんどんじゃない、なくてね、もう全部仕事なくなっちゃって、もう暇でね。うん、だよ ね、 ね。でも今すごい忙しくなって、ね。今ちょっとね、ちょっとね。ボイトレも、ね、もう結構スケジュール入ってるし、歌唱指導もこうちょっと皆さん、ね、まあイベントもねこれから入ってるし、まあ、ね、ねソフィアの方のあのいろんなシニアの辺も、うん、だんだん話が前向きに ね、いい方向に行ってるしね、はい。動き出してますね。そう、うん、よかったわ。あでもねすごいやっぱりね顔が最近生き生きしてるよ。本当に。うんうん。生き生きしてる。あそう、うん、やっぱり60にね、見えないぐらい、ね、いやだからまだ60じゃないっていくつだっけ。だから58か8なんだけど、よくよく考えたら今年59なんだよね。でそういう時っていくつって言っていいの。59だよ。えまだ誕生日じゃないの。58か。うん、誕生日来たら59。そうそう、だから誕生日来たら59だから、うん、でも今は58だから、うん、別に58って言ってていいわけ。全然いいよ。じゃあ58、うん、若いな58。なんか鼻がむずむず。大丈夫かな、副鼻腔炎。でも忙しいよね、なんか地方行ったりしなきゃこれから行けないし ね、 ね、いろいろとね、来週 ね、 ね、名古屋も行かなきゃいけないし ね、 そ う、 ですね。でそういえばほらこの間さ、あのこの番組のスポンサーになってくれるソフィアの、うん、あの舞台を見に行った時にね、あよかった、なんかすごい感動したって言ってたしね、あのこのゲストで出てくれたね、そう春がね、そうなのよ、主役やってて、昨年はね、うんうん、TBS の日曜劇場の下剋上球児、うんうんうん、そう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 、レギュラーでオーディション、ね、オーディションでもう見事役を獲得して、あの鈴木亮平くんのやつだよね。あそうそうそうです、それでね、それで頑張ってた井上春くんがね、うん、まあ他に何たら藤なんたらリリコちゃんとか、うん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 、あと新井じゃなくて三島くんも来た、あの三島くんもね、この間ゲストで来てくれたね、もそうだし、あとまだまだな、森飛鳥ちゃん、うん、その子たちは出てたの。出てたわよ。あそうなんだ。だからソフィアの所属 の、うん、あの役者さんたちも、うん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 、あの井上春くんだけじゃなく、うんうんうん、あのまあ、井上春くんは主役だったけれども、うんうん、主演だったけれども他の役で、うん、だから
三島くん、森飛鳥ちゃん、うん、そのなんか新井じゃなくてね、新井は本名なんだよ、本名言っちゃいけない。え、それ新井くんっていう子はここゲスト、本名なんだ。だからなんか、ね、なんだっけな、誰芸名が分かんなくなっちゃったから、だからまあその、そう、むにゃむにゃしてる。8月のはしゃら、8月のシャハラザード、ちょっと出して。8月のシャハラザード、シャハラザード、あのチラシ出して、まあとにかくね、何名か出てたんですけど、うんうん、あの藤井リリコちゃんもゲストで来たことある、うん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 、でもあれでしょ、あの春はそのまあ舞台の中でコメディあり、ペーソスあり、お笑いありっていう、なんかそれを素晴らしかった、完璧にこなしてた、素晴らしかったね、え、言ってたもんね、うん、で、あのまだまだね、若手のみんなだから、うん、8月のね、シャハラザードよ、そのあのね、そうそう、シャハラザードでね、ね、チラシない、フライヤー、チラシチラシ、これかな、あ、そう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 、あ、これかな、それのさ、裏にキャストがあるわけよ、あ、いた、さあ、ちょっとビヨーンって伸ばしてくれる、このビヨーンって、ビヨーンって見える？見えない、 あ、見える、 あの一番左が井上春くんで、あの菅野くんもね、本当はダブル主演だったんだけれども、うん、ちょっとあの菅野くんもちょっとあれよね、体調のあれで流行のちょっと、そうそうそう、うん、あのだからさ、どの子2列目のさ、あの左から3番目、見えないな、私字が、鵜飼、鵜飼じゃないの、なんて読むのかな、ごめん、その隣だ、あ、真田大河くん、うん、しん、そうそう、真田大河、え、この子来たっけ、ゲストで、来てない、来てないよね、来てない、来てない、それとあのな、何あれ、リリコちゃん、あ、見読めない、葉月リリコかな、葉月じゃないのかな、なんだろう、読めない、あ、この子リリコちゃん来たよ、うんうん、知ってる知ってる知ってる、だからリリコちゃんも来て、うんうん、来たよね、その下の段のあの三島龍太、うん、三島龍太くんは知ってる知ってる、もう来たでしょ、だから結構出てたわけよ、そう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 、あ、そうなんだ、うんうん、森飛鳥ちゃんっていうのも、へー、あれ森飛鳥、森飛鳥ちゃん、あ、そうそうそう、森飛鳥ちゃん、この子も来てたよね、森飛鳥ちゃん、このあとね、ダンサーで、うん、あれよ、誰よ、あのほら、あの2人、あの左から2番目の、うん、あの子ほら、あ、忍者、忍者、あ、なんとか村の忍者の女の子、忍者の女の子、分かった、アイドルグループの、はい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 、もう出てたりとか、あ、結構、ね、そうなんだ、みんな頑張って出てたりで、あ、じゃあ結構みんな出てたんだ ね、ソフィアのね、そう、ソフィアの役者たちも業務提携の子たちがね、うん、かなり出てた、それで、なんていうの、やっぱりさ、うん、まだまだ若手だし、うんうんうん、なんていうのかな、やっぱり緊張もするだろうし、うんうんうん、なんかあの舞台とかってさ、うん、若手の人にありがちなさ、うんうん、もう緊張しちゃうから、うん、セリフが早いのよ、うんうんうん、早口になって何言ってるかわからないみたいなね、何言ってるかわかんなかったり、声が出てなかったりとかね、声がまだ腹から出てないから、なんかもう、え、何言ってんのみたいな、だから届かなかったりすると、うんうん、せっかくの脚本も届かなければ面白くなくなってちゃう、そうするのがカクカクカクってなってってしまうのが、見事全員ピシッと、ね、腹から声も出て、そう、セリフも、セリフも明確に、ね、明確に、ね、だからどんどん届くから、うん、あ、すごく面白かった、で脚本もめちゃめちゃ面白かった、あ、そう、そう、オリジナルの脚本、やっぱりね、脚本って大事なのよ、いや、脚本よね、舞台ってほんと、そうよね、ドラマもそうだけど、うん、脚本ってまず大事なの、本、本がつまらないと、ね、いくら素晴らしい役者さんが出ててもつまらないのよ、そうよね、うん、だからね、本当に良かったですよ、なんかこれをほら終わっちゃって残念なんだけど、舞台の代表が見に行って、うんうん、ちょっと涙が出そうだったんですよね、なんかよく寝たらしいね、あなたね、ちょっと寝ちゃった、ね、中盤あれさ、私、舞台の中盤苦手なのよ、ノリさん、うん、舞台って寝る気じゃない、一生懸命目開けてんだけど、気がついたら寝てるんだよ ね、いい感じなのよ、照明が、いい、そうだから気がついたらパッとうっとうと寝てんだよね、すごいいいじゃないと思ってんのに、まあ、なんか中盤ダメなのね、なんか、あ、やば、中盤寝ちゃった、まただみたいな
あれね、でもね、寝てるとね、いびきかかなくても変な話ね、いびきかいたら寝てるってのは分かるんだけど、いびきかかなくても寝てるより見せないようにしてんだけどね、もう横の人は完璧にバレバレなんだって、ね、ちっちゃいの街なんかもくねこいてガックンみたいなのもうガックンって何回もなったあ、その後なんかおーとか言って動くんだけど全然バレてるみたいな時間的にはどのぐらいの芝居だったの？関係者席でなんかこんなになっちゃってあー本当やだと思って1時間半ぐらいだったの？2時間よ2時間かだから2時間ってなかなか長いんですとね、中盤あたり危なくなるので、ね、あの中だるみがあるから ねちょっとね、あのそう場面あのでセット替えとか特にないから休憩なし、休憩もないわけ。うわ、2時間はちょっときついな、ぶっちゃけね、なかなか、なかなか長いね、長い長い長い。あれね、1時間40分ぐらいだったら早いんだけど、そうね、その20分、2時間っていうのがね、芝居の2時間は長い、長いよね、本当に長い。私たちあの それこそあの世界的な歌姫、マライア・キャリーさんのコンサートでも寝たからね。そうなの？信じられない。それはなんでつまんなかったの？いや、その知ってる曲はガンガン歌ってたの。でなんか知らない曲になっちゃったから、なんか知らないなとか思ってたら、信じられないこので起きて自分で、信じられないこの大音量で寝ちゃうってどういうことだろうみたいな。どうも。いやでもね、芝居って俺もいろんな芝居見に行ってるけど。やっぱり寝る、どんな面白い芝居でもね、途中中だるみがあるじゃない、ちょっと寝ちゃう、ね、やっぱ寝ちゃうのよ。ただ一つ今まで見た芝居で絶対寝ない芝居はね、吉本新喜劇、あれはね笑いっぱなしだったからね、寝なかった、寝る暇がなかった。あ、本当、まあ、ほんのちょっとなんだよ、寝るっつったってね。そう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 、そんな別にそんな20分も30分も寝てるわけじゃないんだけど、5分ぐらいこうやって寝てるんだけどね。そうストーリー的にも全然分かってるわけ、全然 OK なんだけど、いやでもね本当に素晴らしかった。でね、なんかまたね3月か何かにまた、まあ、別の題目だけれども、まあ、あのまた井上春くんとか、あとあの今回ちょっとあれだったけれども、フミヤくん、菅野フミヤくんとか、ダブル主演なのかちょっとその辺は分からないけども、配役は分からないけれども、また舞台があるって。あ、そうなんだ、いや今回はねちょっと行けなくてね、流行に乗っちゃったからね、流行中でね。だから3月はじゃあもう春くんとか菅野くんも ね本当見たいなとは思うんだけどね。よかった、本当によかったね。たけさん舞台ないの？舞台はねセリフが覚えられないんですよ。舞台はね出たいんだけどセリフが覚えられないのよ、覚えられないんじゃないんだろうな、覚える気がなくなってきてるんだよね。もうそうなんだよ。だからね、だってね、たけさんねライブやるでしょ、もうすごいから、もうこういろんなところにカンペが、それも字がでかいからな、紙がでかいんだよね。もう私まだまだ覚えますよ全然。いや、あなた偉いよね、まだ覚えますよ。覚えてくるもんね。覚えてる、まあ覚えてたとて、ABC って行きたいのに ACB になったり、いきなり C から出てしまう時もある。あ、まあそれはでもあるよ、お客さんは分からない、あるよそういう時も分からない。あとはもうどうにもならない時はもうお客様に振ってみたりとか、踊ったり、うまいよなそういうのな、踊ったりとかさ、でみんなにマイクこうやって向けたりとかさ、あこいつ絶対忘れてるなみたいな、いきなりマイク向けてるからさそれそれそれみたいな、そう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 、まあまあまあありますよ。あと何か、なんていうのかな、演奏とかがさ、あのまあ皆さんミュージシャン素敵なね、あのいいあのミュージシャンが多いから、いつもサポートしていただいてる、その折り切り切っていうかね、なかなかでなんかフレーズとかなんかピアノ何でもいいけど、このあれ聞いてるといい音だなーなんて思って、あいやーなんて思ってると、忘れちゃったみたいな、出るとこ忘れたんだあ、しまったとかあるわよね。あんまりなんかこうちゃんとこうしてないとみたいな。そうだね、あ、いいな。でもさ、のりちゃんがやっぱりそういう覚えが、そのまあなんだろうな、あの歌詞もそうだけど、やっぱりほら昔いろんな司会でいろんな仕事やってるじゃん、企業さんの。昔って今もやってる。まあ今もやってるけどさ、昔ってなんかいかにももうさ80ぐらいの人のように言ってるけど、やっぱりそういうものでもほら、例えばあの企業用言葉とかさ、説明ゼリフとかいろいろあるけども、結構そういうので訓練されてるから、逆に考えると歌詞なんて楽でしょ、覚えるのが。逆に言うと流れさえあれしちゃえば、そのね、企業用の PR ビデオとかさ、例えば覚えるのって大変じゃない、一語一句間違えちゃいけないとかさ。それねお断りしてた。あ、そう、やっぱり大変だった。企業用はね、ちょっとなかなか
大変難しいよね。 あれってさ、ナレーターって言ってまたさ別枠なんだよね、あの仕事って。ナレーターコンパニオンっていうのなんていうないの、ナレーター、例えば自動車ショーなんかのああいう説明の人はまた別の仕事なんだ。別枠なんだよね。やっぱり MC となってくると結構やっぱりアドリブでいろいろとか、まあもちろん大枠の台本はあるんだけれども、まあ筋はね、うん、なんかこう一語一句みたいなのって、まあ、たまたまなのかな、求められたことはない。こういう内容を伝える台本はあるんだけれども、ノリなんかはそういう意味でじゃあ臨機応変に、ある程度筋はちゃんと言って臨機応変にアドリブできるじゃない、でもああいう自動車ショーなんかで喋ってる子たちは、マニュアルしか喋れないってことだろうね、ある意味ではね。こう、どうなんだろうね、オプションが効かないというか、かもしれないですね。なんか熱くなってきちゃった。熱くない？さっきから熱い熱いって、あなたはなんかちょっとテカってるよ。あれ、抑えなさい。熱くなってきちゃった。大丈夫？熱いですね、暖房が効いてんのかな、そうだよね、外で着るなんかもうニットで、あんまあれだってね、ちょっとまあいいや、話を戻しましょう、まあそういうことで、あなたは覚えがいいかなっていう話をしてたんだけども、まあ多少は、ね、まだまだでも覚えられるから ね、 あのね、忘れるのも早いの。あ、そうか、忘れるのも見事に早いの。覚えて忘れるのも早いんだ。そう、でもそれはいいんじゃない、だってもうその時の仕事が終わったら忘れたって別に問題ない、何やったよねって言われると、え、私そんなのやったみたいな、仕事の内容も覚えてなかったりするから。あ、でもねすごいそれわかる、俺もそうだけど、どっちかというと、あんまり考えてないんだよね、その時にガーッと一生懸命になるんだけどね、 そこ集中、短期で集中なんだけどね、ふってなっちゃうんだよね。で終わって、今次もあるからさ、あ、終わった、はい次、終わった、はい次ってなるから、そこずっとやってると、余白がなくなって入ってこないから、運よく出てってくれるみたいな感じかな。なので、結構忘れるのもやっぱ早いですね。なんか面白いのあったよね、この間ノリから聞いたんだけど、司会やってる時にさ、なんか筆で書いたやつでさ、そのか汗かなんかわからにじんじゃってさ、字が見えなくなっちゃって、もうどうしようかと思って、その時にさ、字が読めませんって言ったんだよね。それは違ったっけ、あのなんだっけ、もう頑張って、あのあれよ、祝電よ、あ、祝電か、祝電だ、しかもね、それね、あの式典、あの叙勲の式典だから、もうめちゃめちゃ皆さんシーンピーンとしてて、キレキレキレして、でステージには、あの議員さんから、何からそのなんたら協会 の、あの理事だとか会長さんだとか、ダーッと座ってて、みんななんかこうさ、名前とかこのさ、椅子のとこ、テーブルのところに名前もこうやって垂れ下がってたりとかなんかしてて、そんなもうガッチガチの祝典ですよ。でドア頭の辺に祝電、電報が来て、でもちろん事前のものは全部メイクをし て、もちろんもちろんで、あの分かんないのは確認したりとか、ね、そうさせてもらってたんだけど、差し込みで来たのよ、あ、差し込みでね、ガーッて来て、すいませんこれもお願いしますって言われて、はいっつって受け取って、でさーっと読んでたんだけども、立派な和紙 の、あの祝電の紙で、しかも筆で書かれてて、で滲んでるわけ。それはなんで滲んでたの、知らないわよ、和紙にとにかく字が滲んで、でも字が読めないんだ、字が滲んでるわけよ。でも達筆な上に滲んでるわけよ、無理だろうって思って、で途中までは読んでたんだけれども、これ嘘も言えないし、もう腹くくって、大変申し訳ございません、達筆で、そして和紙によっての筆で書かれておりまして、字が滲んで読めませんって大きなのもうね、うわーって爆笑したんじゃない、ピーンキーンととか聞こえるような式典なのに、ドカーンみたいになっちゃって、やばーと思って、でもこちらのステージにいた、その教会の理事の人とか、なんだとか、みんなドドドドドドって降りてきて、司会宅のところに来て、どれだどれだどれだって大騒ぎになって、で皆さん読めなくて、なんだこりゃなんだこりゃって言って、でやっとある方が、新鮮って言って、なんかフレッシュみたいなさ、そういうなんか文明の内容、新鮮かもしれないです、あ、新鮮ですねって言って分かって、皆さん落ち着いてから、大変申し訳ございませんでした、お時間を頂戴いたしましたが判明しましたって言って、読み出して、あ、そう、変わったみたいなまあでもいろいろあるですね、あるですね、ありますよ、やっぱね、ライブでもその時ってやっぱり緊張、緊張っていうか、もうどうしようどうして緊張した、思ったよ、
よ。それとももう慣れるしかならないなっていう感じだった。途中まで読んでって、うん、別に読めたからた、でもそこに来たら、でもほんのね1秒もないよねきっとね、うんうんうん、いや1秒はあったのかな、まあ無言の時間があるわけでしょ、うんうん、どうしようかな、ものすごい瞬時にもういろんなこと考えて、うん、でもまあ最終的には嘘を言えないし、うん、もう文章もにゃもにゃもにゃも言えないし、うん、あこれもう無理、なんか作れそうな文面だったら、うん、だいたいそういう祝電って同じような文面が来るから、うん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 、なんかまあそうだ ね、なんかちょっと埋め合わせて作ってね、ごまかしてね、ごまかせるんだけれども、うん、ご留守をご記念いたしますとか、なんかそんなようなことでこう、うん、まとめちゃったりする時もあるんだけれども、うん、これなんかねいろいろあれですよ、あの出てこない、やばい、あの石原さんですよ、あ慎太郎さん、あの石原さんからいただいた、あ都知事の、都知事、はいはい、あ違う違う、石原さん息子さん、あはい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 、はい、息子さんの方ね、はい、から届いた、はいはいはい、あそういうあれだったんだ、はい、大変なあれだったんだね、はいはい、だからなかなかな式典だったんですよね、あそっかそっか、そでもなんか終わった後にね、うん、前の辺に座ってらっしゃる、まあ、VIP 席というか、うんまあ、円卓のテーブルがもう何卓もあるね、まあ、200まではいかないけど150ぐらいかな、うんうん、のキャパのあれだったんだけれども、うん、前の方に座られていた、うん、なんかね女性のね議員の方がねパッタッタッタッと来て、うん、あなたよかったわよ、うん、正直に言って、うん、いいわよって言われて、うん、はっありがとうございますみたいないやだからねポーンって叩かれて、そういうところはねよかったわよとかうまいのよ、いやうまいじゃない、うまいっていうかあのね違うのどうにもなんないんだ、でもなかなかそういうことって言えないよ、すいません読めませんなんて言えないよ、もうだどうしようもなかったの、普通に考えるとみんなごまかすよ、うん、何気に ごまかすこともできなかったの、うん、なかなかそこは言えないよ、そうだからね、本当にそれはやっぱノリの力だよね、そこの怪我の本名というかなんていうか、本当に参りました、うわやっぱりこれと思って、まあでもさノリさ、うん、こういう仕事を芸能っていうかまあ一般的にねいろんなことを含めて芸能の仕事をしているとさ、うん、生番組もあるだろうしいろんなことあるけどいろんなことあるよね、だってさ中の悪いさ二人組のデュオがいるのよ、分かる分かる分かる、で司会で入ってて、うん、でいろいろこうやり取りもしながら、うん、さあじゃあ歌っていただきましょう、うん、お願いいたしますっていう時にさ、うん、まず出てってあーどうも続いてはなんて言ってじゃあ呼び込みます皆さん大きな拍手をお迎えくださいなんて言って二、うん、人入ってきたらさ上下から入ってくるわけ、うん、なんで上下から入ってくるかなみたいな二、うん、人組のデュオで仲が悪いわけ、うん、バッチバチなの、うん、もう分かるよ誰だかるそれで、さ普通さ司会者、うん、その時は MC は下手に立ってたのかな、うん、あ MC はね MC は下手だったんだけれども、うんうんうん、もうその2人がさ、うん、間開けちゃってさ、うん、もうあ木村さん何回かお仕事一緒にさせていただいてたから、うんうんうん、あ木村さん真ん中入ってくださいってステージ上で言うわけよ、うんうん、あらあら真ん中ですかって言ってね、うん、真ん中入ってくださいとか、うん、あ分かりましたっつって真ん中入って、うん、じゃあ今日はなんとかでなんとかですよねなんていろいろちょっと確認の話だとか、うん、ちょっとまあ、あのトークもしてこうやって振らせていただいて、うんうんうん、さあそれでは歌っていただきましょうって、うん、まずはって言ってコンドルは飛んでいくかなんか、うん、俺、うん、あのデュオで歌われる時だったの、うんうん、でタイトルを言えなんて私言われてないのに、うんうんうん、さあそれでは歌っていただきましょうって言ったら、うん、あのその2人のデュオの片っぽの方が、うん、あその人方とはよくあのピンでもお仕事されていてて、うん、あの何回もご一緒させてもらってたから、うん、あのなんとなくのキャラも伝わってたみたいで、うん、さじゃあ、題名言ってもらおうかなって私に急に振られちゃって、うん、あれタイトル何だったっけ、思い出さなくて分かんなくなって今まで言ってないし何だっけなと思って、うん、コンドルはつったらコンドルはって言うから、うん飛んでいくって言ってそうそれじゃあ行きますとか言ってほーみたいなで真ん中からまた抜けていくみたいな、なかなかねいろんなことありますよ、あれでしょ、まあ有名なぐらいにも仲の悪い二人組の、そうですね、男のあれでしょ、そうですね、あもうやっぱりそうだよね、もうよくすぐ分かったけどね、大変でした、めちゃくちゃ仲悪いらしいね、めっちゃ仲悪い、あとは、うん、もうお亡くなりになられましたけれども、うん、大変有名な作曲の方、うんまあ、歌ももちろん歌ってらした作曲家、はい、うん、方なんですけれども、うん、
でその方とこうやってたら、私ほら大きいじゃない、うんうん、そしてあのステージ上でやっぱりヒールも履くじゃない、うん、だからもう70超えに、ま、だるもんな、75、76ぐらいになっちゃうから、うんうんうん、そしたらもうステージ上で、うん、大きいな君もっと向こうに立てって言われて、すいませんねって言って、マジでもうやだ腰低いのにごめんなさいね大きくてって言いながら参ったなと。その先生はちっこい先生なの。いやそんなこともないですけど、まあなんか嫌だったみたいですね。もっと向こう立て。あそう。ステージよ。あステージでそれを言う。そういうことを言える立場の方です。ああ、うん、そんな。あそうですか、すいません。いろいろありますよ。いろいろあるね。本当。いや俺がね一回一番焦ったのは、あの山城慎吾さん亡くなっちゃったんだけど。うんうんうん、あの方の事務所にいたのね、うんうん、で山城さんの事務所にいて、うん、ですごく新宿コマ劇場がまだある時に、うんうんうん、すごいいい役をもらったの、うん、同じ事務所だしね、うんうん、で鍋治美さんとか、うんうん、あとほら今演歌歌ってるほらほら暴れ太鼓歌ってる誰だっけ、坂本冬美ちゃんがデビューした時に、うん、そのデビューした時に芝居仕立てで、うん、あの日本賞と芝居とあったんだけど、うんうん、昔そうよね、まあ、そうそう芝居があると必ず賞 があって賞があるよね、うんうん、で冬美ちゃんも出てたんだけど、うんうん、で僕冬美ちゃんとの絡みもあったんだけどすごいいい役もらって、うんうん、でまあ戦争もんなのね、うん、それで自分の出番が終わりました、うん、であちょっと楽屋に戻りましょうって、うん、新宿コマの楽屋って結構大変なのよ、うんうん、分かる分かる、楽屋に戻る、じゃあゲートルを外しましょうと思って、うん、こうやってゲートル外して、うん、さあ次の一緒に着替えなきゃなと思って、まあいいや、ちょっとここでちょっとなんかお茶でも飲んで休もうかなと思ってふーっとしたらね5分ぐらい寝ちゃったね。そしたらああそうかそうかそうそう着替えなきゃと思ったらモニターが楽屋にあるじゃない、うん、あれちょっと待って、ここになんで俺がいないんだってもうやってるわけよ。いやだ怖い。あの時はねもうね背筋がふわっかけてね、怖い、怒られた、怒られた山城さんに、お前何やってたんだって怒られてさ、それで俺がそこでセリフもちゃんと言うわけよ。で俺のセリフ誰が言ってたと思う、冬美ちゃんが言ってんの俺それで覚えてる。で山城さんが笑ってんのよ、いないって。で後で怒られて怒られてね、いや舞台ってそういうことがあるからね、ちょっとやっぱ気抜いちゃうと本当に恐ろしい。いや本当ああいう舞台はね、まして商業演劇なんかは仲間内の舞台だったらいいけども、ああいうお偉方が出てるとダメダメ、お父さんがほら俳優さんだから分かるじゃない、その雰囲気って。商業演劇はもうね本当にね、穴があったら入りたいどころかね、もうそこにいたくなかったもんね。もう山城さんの顔なんか見れなかったもんね。ねえ、案の定もう大変なぐらいに怒られちゃったよ、ね、そりゃそうよ。でもそれから可愛がってくれたけどね。怖いわ。そんなことだとかね、いろんなことあったね。でもまあなんだかんだそんなことはあっても、やっぱりこの業界でこういう仕事が好きだから、ノリもそうだけど、俺もそうだけど、60年やってノリももうそれこそ40年ぐらいか。そうだね。ね、いくつからやってるんだっけ？だからもう40年の近くになるもんね。やってるんだよ ね。細く長くね。細く長く。あ、切れそう。なんとか持ったみたいな。ね、細く、ね。あ、切れそう。切れない。太くなりそうかな。太くなんなかった。なんなかったね、なんかそんな感じでやってるからね。そうね。まあだからね。そういう中でもね、やっぱり去年からノリといろんな話をして、いやー竹さん、いやノリなんか裏方に回ってタレントを育てたらとか、そういう仕事もいいなーなんて話をしててね、でいろんな人の出会いがあって縁があって現在に至るというか、そうですね、まあ、着実ですけど、すね、着々とね少しずつですけどね、まあノリがね一生懸命動いてくれてるからね、もうそれは俺も感謝するし、やっぱりなんかそういう意味ではまだまだ俺は歌いたいのね、モロの場合は、うん、まだ歌も好きだし、私だって別にさ歌いたくないわけじゃない、わかるわかる、それはわかるんだけど、うん、まだステージに立ちたいっていう気持ちの方が大きいんだけども、うん、やっぱり人を育てる何かをやっぱりその作り出すっていうものに対してすごい興味を持ってきてるからね、うんうん、今までやったことないからね、やっぱりね、なんていうのかな、うんうん、その、まあ、今もね、うん、あのちょっとずつその皆さんのサポートをさせていただいているんだけれども、うん、やっぱりね皆さんがね自信を持ち出して、うん、そしてねすごくねキラキラとした笑顔になっていくのを目の当たりにしてると、うん、結果すごく嬉しいわけ、うん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 、で
そうやって、うん、どなたかのハッピーを、どなたかのハッピーの、うん、お手伝いができるなんて、そうね、でそれでみんなすごい幸せだなと思って、幸せだよ、で喜んでくれてさ、そうなの、だからまあ今回このスポンサーもやってくれてるソフィアの代表も言ってたけども、うんうん、やっぱりその最初ソフィア作った時もいろんな人の協力があって、うん、事務所ができたけども、うん、やっぱりその中でやっぱりその活動してる活動してないとかっていうことじゃなくて、そういう縁を作ってくれたスタッフっていうのはやっぱり、うんうん、この代表ってのは大事にしたいなって、そういうほら、そうね、気持ちの優しい人じゃない、やっぱり それはやっぱり俺たちもそういうところってやっぱり見習わなきゃいけないし、ね、やっぱり人を大事にするって大事だよね、やっぱりね、うん、だから育てて、やっぱりさっきのりちゃんが言ったようにその子たちがどん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 成長してって、うん、大きくなってプロの歌手になるとかならないじゃなくて、うん、その子たちの目標に達した時にね、そう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 、よかったっていう顔を見るとやっぱり嬉しいしね、嬉しいですね、本当、うん、で、なんていうのかな、今まで私がやってきたまたは体験してきた、うんうん、そういう、まあ、あるいは生み出したメソッドみたいなものも含めて、うん、そういうのをこういろいろこう伝授できるっていう、うん、あ、今までやってきたこと無駄ないじゃんみたいな、知り合った人もそうだし、点々点々してたものが、うん、なんとなくこう線が引かれてきだして、うんうんうん、ああなんかその時代はこんな女無駄なことアホくさいなんてねそれが無駄になってなかったのよ、ね、全然、そうだから全然無駄になってないよ、無駄じゃなかったなーっていろいろ思って、うん、なんていうのかな、まあ今こういう環境にいさせていただけることに非常に感謝、うんうん、そうだね、うん、本当にそれはノリなんか見てるとやっぱり器用だから、今ボイトレも教えたりしてるじゃない、うん、で俺はやっぱりある意味ではとっても不器用な人間だの、自分でもよく分かってるのね、だからこの間もいろんな話になったけども、やっぱりその人に何かを教えるっていうのはやっぱり自分がある程度そういうことに対して勉強してこないとできないことなんだけども、やっぱり歌って基本がもちろん大事なんだけど、あとはその人の感性だとかあるじゃない、やっぱり、まあ、もちろんこれで感性が、ね、うまいからって伝わってくるもんでもないし、うん、そうですね、そういう意味ではなんだろうな、僕も何回か教えたことあったんだけど、例えば一つの一曲の歌をこれをじゃあ5日間で仕上げてやって仕上げてあげてっていうと、そういうのはできるんだけども、うん、ノリみたいなその基本のボイトレっていうのがねできないのよ。だからそれはね、一回ね、今度どういう風にしてるのか見たいなと思ってたのね。本当に、うん、まあ、ボイトレっていうかさ、うん、歌って実はほとんどメンタルだから、うん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 、歌うっていう作業はメンタルだから、うんうんうん、基本的にシェアしてるのって、うんうんうん、ああもう私歌えないなとか苦手だなって思うと歌えないのよ、うんうんうん、だからまずはそういう気持ちをメンタルの方を大丈夫だからって、うん、私しか今いないんだから、うんうん、音外そうが、うんうん、ひっくり返ろうが、うん、歌詞間違えようが、もうなんてことない、命取られるわけじゃあるまいし、うん、もうとりあえずやってみてっつって、それをバン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 やらせて、うん、あ、分かる分かる分かる、なんかできるやれるんだみたいな、やっぱね、すごい気持ちがね、まずは大事、うんうんうん、それでね、まあ、その中でこの間ちょっと発声の話になったじゃない、うんうん、で俺もそうなんだけど、うん、歌も芝居もそうだけど、うん、基本の発声ってのは同じだと思 と思うよ、やっぱり同じだと思うんだよ、ね、同じよ、ただ、うん、歌はそうだからって基本発声を中から出すからっていつもどなり立ってじゃあしゃれといけないわけだけど、やっぱり芝居舞台になると、うん、喉でセリフ言ってると1ヶ月公演なんかだと必ず壊すのよ、そうでしょう、ね、だからやっぱり腹式なんだよ ね、そこはね、いろんなそれこそ俳優さんに言われた、それは、うん、そうだろうね、確かにそうだな、うん、やっぱり芝居も歌も発声方法基本は一緒なんだなって俺も思ってたからね、もうやっぱり呼吸法、そう呼吸なんだよね、うんうんうん、だからなんていうのかな、今ね現代人ってみんな呼吸が浅いんだって、うんうんうん、浅いし今冬だとね寒いからこうなんかこう縮こまっちゃうみたいなんで、うんうんうん、それをやっぱりこのデコルテは天井向けてて、うんうん、で鼻からこう横隔膜とかさ、うんうん、その腹の横のさ呼吸筋とかさ、その辺にこう入るみたいな、寝てる時って必ずみんな腹式になってるから、うんうん、その寝てる時の呼吸を体感して、うん、起きるとこう胸式になりがち、うんうんうん、
なんだけれども、うんうんうん、それを寝てる時の感じを体感して、うん、自分でよくなんかああここに入ってるな息がああなるほど、うんうん、みたいになるまで、うん、で立った時にもああなるほどとかあと息を、うん、はあはあって冷たい時、うんうん、はあってやってる時ってもうずっと腹式になってるから、はあ、そうだよね、はあ、そうだよね、うん、あとなんか話すする時とかめっちゃ腹式ここにだってここに力が入ってるもんね ここが動いてるもんねそうここに絶対来るから横隔膜の辺にグングンってくるとかそういうのとかあーなるほどみたいなまずは体感するみたいな無料メソッドちょっと話しちゃった真似しないでねみたいななんじゃそれいやでもさでもさのりちゃんさあの俺思うんだけどなんかいろんな舞台俺も見たけども、うんまあ、変な話あの名前のある人でも有名な人でも思う人もいるじゃない芝居見ててもない人、うんうん、でもやっぱりああいう人たちっていうのはそこじゃないんだろうね名前があって顔も出ててそこを求めてみんな見に来てるんじゃないの、うんまあ、お客さんもいるんだろうね、そうでしょうね、確かにね、そうでしょうね、うん、じゃあかといってああいう人たちがみんなそれなりのちゃんとした発声でちゃんとした芝居してるかっていうとそうでもない人もいるじゃないですかまあそれはいろいろねこの業界はどういう人が売れるどうだから売れるってのはまあなかなか謎だけども謎ただやっぱりそういう基礎だけはやってて間違いはないよね、まあ、知らないよりは知ってるね知らないよりは知ってると運命の差、うん、そしてそうだよ、ね、あの皆さんカラオケなんかね、うん、お好きで、うん、行ったらすぐ歌うって方も多いと思うんだけれども、うん、あのね実は声帯も筋肉だから、うん、急にっていうのはね実はめちゃめちゃ乱暴なのよ、うん、だからやっぱり走る、うん、何するみんなウォーミングアップがあるわけだから、うん、やっぱりなんかちょっとその辺ね、うん、あのウォーミングアップできるようなう、ね、徐々にちょっとこの辺の曲がちょっとなんか歌いやすい曲からさ、うんうん、ちょっと歌ってってみたりとか、うんうん、いきなりガーンじゃなくてね、徐々にね乱暴そうだね、うん、若い時はいけるかもしれないけど、うん、もういろいろ筋肉がヨタヨタしてきてると、うんうんうん、そんな急に行ったらもうあかんので ね、そういうなんか徐々にとかね、うん、そういうことも やると長く楽しんでられ る、ね、僕はねあののりちゃんね、うん、デビューするまでに、ね、高校1年から高校3年まで3年間びっちり猪俣公章先生にレッスン受けた基礎は受けたすごかったその基礎はもう行くの嫌だったのもう、うん、でも竹さんはさ毎週毎週いつ歌ったって不調な時がないでしょ、うんそうあの風邪ひいたりした時は別だけど普通の時はね不調な時はないないでしょう喉も壊したこともないすごいよ、ね、あの舞台とかそういうのも壊したこともないねえだから素晴らしいなもうだからこれはね親に感謝なのよ父親も歌は大好きであのコンテスト嵐だったんだそうねそうだったんだあそうだノリさ、うん、ちょっと話全く変わるけど、うん、この近くにすっごく美味しくて、うん、安くて美味しくて素晴らしい寿司屋さん見つけたの。じゃあ今度行こう。今日行く。行くじゃなくて、そこ9時で終わりなんだって。え、じゃあ行けないじゃん。だからさ、だから6時入る前に、5時とかそれに合ってるから、もうこっから歩いて1分もかかんないとこだから。そこでなんと素晴らしい会えない人に会ったのよ俺。まあそれは今度話するけど、うん、とにかくそこ行こう。うん、分かった。美味しいから。あ、分かった。見つけたんですよ。はい、分かりました。はい、楽しみにしておいてください。はい。はい。ありがとうございます。そのためにはいい仕事しないとね。ありがとうございます。ありがとうございます。いや今ちょうど曲も。ありがとうございます。はい、繋いでくれましたね。はい、久々に聞いたよ、のりこの歌、ね。いいよね、これもね。ねでもあれですね、3月31日イベントね、あもう、まあ、そうですね間近だけどね、そうですね着々とみんなレッスンしてね、はいはい素晴らしいイベントにね、歌姫たちをね、はい、ノリがプロデュースして一生懸命やってるからね、はい、今ね、はい、みんなでもどうなの、だんだんやっぱりそれなりに良くなってる。いや全然よ、そうでね、やっぱりね、女性っていうのはさ、うん、衣装のこと考えたりとか、うんうんうん、ヘアメイクのこと考えたりとか、それが楽しいんだろうね、またね、すごくあの気持ちがアップする、高揚するから、もうそれでなんかね、生き生きしてる、やっぱり。衣装も変な話、こういうのとか着るわけ。いや、もうみんななんかこれ着ますとか、あれ着ますとか、もう大変ですよ。あ、そう。はい、私もじゃあ私何着ればいいんだろうみたいな、普通のスーツでいいんじゃない、もうそこで張り合うことないから、どれ着なくていいから、着ないねえ、でもそんな感じですね、皆さん、ね、今や毎週レッスンしてるんですか。そうですね、ボイトレやってね、はい、歌唱指導ほんと忙しいよね今ね、うん、
ちょっとね去年ね、うん、9月10月8月9月10月ぐらい暇だったんだもんね。そうね、その後からなんかバタ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 ってるもんね。でこの後もちょっとねいろいろパリさんも忙しくなる、まあ、そうですね、うん、まあ名古屋も行かなくちゃいけないですね。まあでも本当に2週間ぶりに今日スタジオに来たけどさ、はい、久しぶりにこうやって喋ったよ ね何にも打ち合わせしてないんだけどさ、何も今日何話そうかと思ったんだけど何にも話してない。面白いねこういうのってね、不思議に会話がどん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 弾んじゃうもんなんだ ね不思議ね、面白いよね。久しぶりに会ったしねイケメンにも。いやだいたいさ、この2週休んでしまったが、うん、その間の予定としては、うん、ミュージシャン、ギタリストのレイトに来てもらって、うんうん、そうなのよ、レイトのギターに合わせて歌歌おうってたの。そうたらこんな声になっちゃって2人とも、これあかんね、あかんでしょうみたいな、声もそうだけど、そうそうそう、スタッフにもレイトにもそうみんなに迷惑だって、映しちゃうだろうみたいなね。そうそうそう、そうなんだよね、本当はレイトに来て歌う予定だったよね2週間前にね。そうそれが2週間こういう形でのりちゃんが終わったかと思ったら俺がインフルになってこれは ね順番かなんか分かりませんけど、はい、そんなこんなでだから、はい、2月は、うん、なんだっけ6日と16日違うか、うん、なんだ16日がゲストが入ってて、次は何日、20次が9日で、うん、9日16だよね、ね、2日9日16日その辺で歌があったりとか、ね、ちょっとスペシャルなゲストがあったりだとか打ち合わせしましょう、ねね、楽しみにしてお楽しみにお待ちください、はいはいはい、ではですね皆さん今日は2週間ぶりの生放送ということでお付き合いいただきましてありがとうございました、はいはい、ありがとうございました、多分来週は私たちは美声に戻ってる、ね、そうですね戻ればいい。あれ今日そういえばさあ、どれだけハピフラナイト始まりました、木村のりのりです、竹内くだですって言わなかった、ね、あ言わなかったね、うん、ごめんまあいいか、はい、ということで、はい、本日もご覧いただきましてまたお聞きいただきましてありがとうございました、はい、今月もそれからこの先も楽しく元気にお届けしたいと思っておりますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それではまた来週、バイバーイ。